尾道みゆうには、広島県尾道市にある複合商業施設。しまなみ海道サイクリングロード、本州川出発点の尾道にある、日本初のサイクリスト向けに特化した複合商業施設。それに加えて、しまなみの情報発信をテーマとしており、店内の家具調度品や料理、物産など、ビンゴ地方地場産業の品が並ぶ。尾道港の港オアシス。 サイクリングポート港アシス尾道を構成する施設の一つ。昭和初期に建てられた県営の海運倉庫をリノベーションし、ホテルレストランバー、物産店など店舗がその中に集約する。フロアガイド南の尾道水道側にはテラス席が設けられている。反対に北の道路側には別棟で公衆トイレとコインシャワー室がある。ジャイアントストアを外側から 屋根と段差が引っ込め線があった頃の名残。尾道は古代より港町として、ショートとして栄えた町である。大正時代に尾道駅が開業するとそれに合わせて尾道港も近代化し、1927年国により第二種重要港湾に指定されると1939年港湾施設が整備されていった。その一環として1943年つまり、 太平洋戦争中に、尾道水道に沿って駅側から1号、2号、3号と3つ、連なる海運倉庫が建てられた。対戦中の物資不足から3号になるにつれ構造が簡素化していたという。戦後に、駅から倉庫北側に引っ込め線が引かれていた。この2号の地、県営うわや2号と呼ばれるようになった建物が、尾道有二にあたる。1号は取り壊されたが、3号は、 現役の倉庫として用いられている。なお現名の U2 とは上屋2号からで、ロックバンド U2 とこうむるためおのをつけたという。おのでは2000年代以降、空き家となった既存の建築物を再生して、長く用いる活動が活発化していた。おの市と隣の福山市の企業経営者を中心に、瀬戸内の町に事業と雇用を創出することを目的として結成された。 ディスカバー・リンクセ当時も、それを事業展開の一つとしていた。尾道港周辺は、新たな海の玄関口として、活気ある港湾空間の創造を目的に再開発が進められ、2000年尾道ポートターミナルが開業していた。県が所有し、市が管理委託していた県営ウアや2号も再開発候補に上がり、2012年5月県及び、市は、 プロポーザル方式で民間に活用案を募った。その結果、企画、運営者ディスカバー・リンクセ・トウチ、設計事務所サポーズデザインオフィスの共同提案が選定された。施設整備には、県の補助や地銀からの借り入れのほか、民間都市開発推進機構の町再生出資が活用されている。2014年3月開業した。現状は、建物自体は、 県が所有し、常石グループ関連会社が下流家管理会社となり、そのグループ会社が運営に当たっている。従来、尾道が持つ、坂の町、神社仏閣の町、猫の町などのイメージは、駅より北から北東にあたる山側で作られたものであったが、尾道有二の開業により、駅より南西側の海側への人の流れができたという。 開業から3年後にあたる2017年報道によると、宿泊客の3割強がサイクリング目的、3割がインバウンド消費、残りが国内の特に首都圏からランチの客は地元からが多いという。台湾メディアは、資源、最強複合式的自公車天道と表現している。ホテルサイクル2階県 A1 号は壊されて、現在は、 サイクルステーション及び U2 の駐車場2号が、尾道 U23 号は、現役の倉庫として用いられている。U2 の外観は、倉庫時代とほぼ変わらないままで、県営2号の文字も残っている状態である。既存の大きな倉庫建物内の空間の中に、複数の店舗を新設している、倉庫の中の小さな町のような構成をしている。区画は設けられているものの必要以上に、 間仕切りで囲ったりはせず、開放的な空間を作り出している。倉庫時代の二役のため大きな開口部がいくつも取られており、それが生かされ、東西南北に開放的な出入り口や窓が設けられた。県の建物であるため現状復帰する可能性を見越して整備されている。南北側出入り口から入ると、エントランスアートもレキュラーサイクルがある。監修は、 縄秋平、小野道の坂と瀬戸内の波に乗るサイクリストをイメージして作られた。南側小の道水道側の急に下ろしのスペースは広いボードウォークが設けられ現在は憩いの場として用いられている。このプロジェクトの主な参加者は以下の通り、イタリアのインターナショナルプライズフォーサスティナブルアーキテクチャ2015金賞を受賞している。ありがとうございます。